今回はもっと不思議でわけのわからないことを動画にしたいと思います。先ほどこの動画をアップしましたが、もっと不思議なことがあるんです。ゲロッチョチャンネルさん返信したつもりなんですが、返信になっておりません。もう一度返信をしたいと思います。さあ、文字を入れました。これで返信ボタンを押します。うまいこといくかどうか、うまいこといくかどうかわからないですが、返信ボタンを押してみます。ちゃんと入ったように見えますね。続きを読む。ちゃんと入ってますね。大丈夫ですね。よし、それではリロードしてみます。ちゃんと入ってるかな。リロードしまして、こちら通知、お、入っております。入っております。ん？意表、あれ？見てください。おかしい。他の人はこのようになりますね。そしてゲロッチョンさんに返信したつもりですが、表示されないですね。こちらも見てみましょう。ちゃんと表示されますよね。あ、ハートついてない。ハート入れます。なぜでしょうね。もう一度リロードします。どうなってるかな。やはりそうです。いかがでしょう。私が投函した内容が表示されておりません。もう一度、返信ボタンを押します。あ、次入ったかな？入ったかな？ F5 しましょう。リロード。さあ。こちら、通知であります。さあ、どうなったかな？どうなったかな？入ったみたい。あれ、同じですね。どうなんでしょう、この状況は。再度、おっと。再度リロードします。こちら。よし、いきますね。どうなってるか。入ってませんよね。入ってませんよね。返信ができておりません。ギョロッチョンさん。私のコメント、ダメなんですかね。次はテスト。テストとだけ入れて返信ボタンを押します。
多分行くと思います。行ったように見えますね。トントン、ちょっと私自分でつけておきましょう。さあリロードしてみましょう。多分行ってると思います。こちら通知表示できてますね。テストのみという文字列だとちゃんと表示されております。再度行きます。返信、これが行くかどうか。投函されたように見えますね。 F5 してみましょう。リロード。さあどうなるか、音なくしましょう。さあどうなってるかな。今投函したものは表示されておりません。ゲロッチョンさん、私の先ほどのコメントスパムに入ってるのかな。もし、あ、そうだ、この投函されたものに対して編集してみましょう。いきまーす。こちらですね。保存しました。ちゃんと投函されてますね。投函されているように見えますが、どうなんだろう。投函されているように見えます。さあ、リロードします。リロード。ダメですね。ダメですね。先ほどのコメントも消えちゃいましたね。ゲロッチョンさんのところにどのように言っているのか気になるところであります。次は文字列を少し変えてやりましょう。テスト。よし。まあ、テストも省こうか。これで返信したいと思います。返信ボタン押します。1秒前、返信されているように見えますね。さあまたもやリロードと、リロードしてみます。コントロールの F5、さあどうなってるかな。入っておりません。入っておりません。これはどのように考えたらいいんでしょうか。皆さんコメントください。ここまで。この現象はゲロッ
チョンさんだけでなく、ヤータンさんにも、たまに出てきます。というか、ヤータンさんが一番多い気がしますね。ちょっと待った。ヤータンさんに、同じ文字列を送信してみましょう。返信。できてますよね。返信できているように見えます。さ、リロード。コントロールの F5 にしよう。F5。さあ、どうなるかな。ゲロッチョンさんのところは、コメント言ってないですね。お！ヤータンさん、入ってないです。ちなみに、防災チャンネルさん、同じことやっていいかな。この文字列であります。これは消さないといかんな。あ、いきます。勝手にハートマークつけて、返信。いってます。これ、リロードしてみましょう。これで防災さんにちゃんと入ったら笑っちゃうよな。お、あー、入ってないですよね。ということであります。